いらっしゃい。火葬場のガードマンはなりたくないよね。やだよね、怖いよね。若い人なんかさ、匂い嗅ぎに行きたいよね。火葬場の粉がいっぱいありそうなところにさ、絶対怖いよね。くっとさ、煙がもくもく、これが人間燃やした匂いなのかなんて言いながらさ、魚を食べる。リアルで。ゆうちゃん風船ありがとう。あ、よかったよかった。ごめんね、電波の問題とかね、ハズレサーバー引くとプチプチになっちゃうんですよ。またもしよかったら教えてください。たくみさん、ワド2ごめんね、さっきナビありがとう。たくみさん助かりました。ワド2です。ありがとう、たくみさん。さっきナビね、助かりました。ありがとうございます。あざーす。にっくんいらっしゃい。おい、おちんちんいらっしゃい。おちんちん、おちんちんに、ね、リスナーさんね、下ネタコテハンが流行ってんだよ、ふわっち。あ、そうなの。うん、何センチちんちん聞いていいよ、全然。ピンボケが、ピンボケがすごいな。ピンボケ治んないね。バカプレゼントありがとう。運転してるのは嫁さんですね。ありがとう。うん、あ、安楽亭懐かしい。安楽亭安いんだよ。焼肉だ。焼肉食いたいね。お、ピンボケ治った。あの場所から少し離れればさ、うん、ちょっと変わったね。うん、雰囲気がね。もうちょっと行かないと信号離されちゃうか。大丈夫かな。頑張ろう。つからないようにしそうだね。こんだけあるでしょ、車間2台分あれば大丈夫じゃないかな。危なかったね、信号今消えたところで引き離されちゃうとこだった。ふわっちね、今ね、うん、ニコ生の大手配信者に声かけてるよ。知ってる。で、だって、エビゾーさんも来た、公式から放送してくれませんかって来たっていう放送したよ。あ、本当に。で、嫌だよってこういう放送したよ。うん、嫌だって言われてた。今、スカウト…ふわっち配信たまにはしてるよ。うん、あの、フォローするよ、後で。大手じゃないけど、中堅じゃん。ふわっちではさ、まだペペペペじゃない。いや、ふわっちすぐ人集まるよ。声聞こえない？みんなどう？声聞こえない。指輪はね、手作りで作る。結婚式はね、あのプライベートであります。遠足みたい。声聞こえない？みんな声聞こえたら手あげて。声聞こえるよって書いてあげて。ブラウザバックしてください。声聞こえるよね。音入ってるよね。
聞こえるよね。 ありがとう、マツコさん。内縁の妻です。うん、ありがとうね、教えてくれて。内縁の妻なのね。うん。席入れるのは落ち着いてからだよね。そうですね。うん。 BDBD 嘘？ちょっとスタッフさん、アナウンス、たくみさん、アナウンス流してもらえるとありがたいっす。あの、音聞こえない人はブラウザバック入り直したら聞こえますよって。あ、今聞こえた。ありがとう、クレさん。ありがとう。ワード2、今度いらっしゃい。PTPT& 音は、あの、ブラウザ入り直しで。ロコさん、元気だよ。元気。なんだろう、あの建物。ごめんね、たくみさん。ちょっとね、外配信だとコピペができないんだ、タイプとかが。申し訳ない。テンプレメール作ってもらえるとありがたいです、定期で。申し訳ねえ。決まってんの？知ってんの？あの、ロアコさん、どこ行くか。僕は知らない。あ、知らないんだ。今日はマルイチさんの追従、追従、追従、うん、だから、うんうんうん、何も知らないよ。うん、うん、さっきはね、旧道山トンネルっていう。旧道山トンネル、うん、あ、古い方のトンネル見れたら怖かったかもね。崩落が激しいので、いたずらで入られると困るだろうね。あの、ほら、死亡事故とかになったら困るから。うん、なんで塞いとかないんだって。うん、だから塞いじゃったみたい。うん、鮫島さん見てるかね。どうだろうね。仕事してるから、仕事してるからね今。うん、忙しいから多分見てないと思うよ。無気力61さん、ふわっち自体がプツプツ。そうなんだよ、サーバー外れ、サーバー引くとね、プツプツになっちゃうんですよ。宗教、ビジネス、サブカルチャー、和道の異常なゼミナールって動画が懐かしい。でも未だに宗教、ビジネス、サブカルチャーっていうか、ビジネスあんま語らなくなったけどね、前世紀の頃よりね。電波弱い今。うん、サメさん今忙しいと思うよ。バイトを2つやってんじゃなかったっけ。そう、2つもやってるの今。働いてるよ、サメ島さんで。ニコ生行ってる。ニコ生行ってるの。そうそう。コミュニティ知らないな。あれね、企画じゃなくて、俺もともと企業の講演会とかずっとやってたんですよ、若者向けに。で、普通に依頼があったのを配信で移したんだよ。企業の講演会を、あの、配信の企画じゃなくて、あの、企業の若者に対する研修をやってくれっていう風に依頼をされたの、講師として。それを配信で移してもいいんだったらやりますよっていう許可をしたの。そう、俺は、あの、企画者じゃなくて、あの、講演者側です、あれは。サメさんはふわっち帰省中だからしないみたいですよ。ああ、そうか。あの、逮捕のやつだ。金梅さんの。多分1ヶ月版じゃないかな。わかんないけど。それは人が生きるためのみたいな説明が好きだった。そんな説明あったっけ。宗教
っていうのは俺は死の学問だと思ってて、人間が自我が芽生えたのと同時に宗教って発展していってるんですよ。だから人間が人間足りうるイコール宗教と 歩いてきた歴史があると。のんちゃん、はい、あの11っていうのはね、はい、さんがね11月生まれだから、あ11になってるんですね、うん、選んだんだって、すごい。そうそう、だから息子が1月1日なんだね。すごいね、人間が人間たらしめてるものは何なのかっていうと、自分の死を意識することができたっていうのが自我の芽生えなんですよ。そう、動物と圧倒的に違うのは自我の確立ができたのね。で、自我の確立ができると何ができるかっていうと、自分の死を自覚できるのよ。だから俺は宗教っていうのは死の学問だっていう風に定義してる。和道さん何教なんですか？僕は無宗教ですね、完全な。テシボンいらっしゃい、こんばんは。だから仏教好きです。僕は仏教フリークですね。ブディストではないです。ブッダの考え方が好きですね。だから仏教者として戒律があるんだけど、仏教者の戒律は何も守ってない。ルソーの告白って本おすすめ。ああ、ありがとう、読んでみるわ、ルソーの告白。もしよかったらツイッターとかに、DM 送ってもらえると嬉しいですね。コメントだと忘れちゃうんだよね。あれ、リスナーさんの何だったかなってなっちゃうから。DM かね、なんか普通に投稿で、リプライっていうのかな、リプライとかで書いてもらえるとありがたい。ルソーの告白面白いよとか。親の宗教、親父はスピリチュアリストで、母親は何なんだろう。母親無宗教じゃないかな。母親、でも子供の頃クリスチャンに通ってたりとか、宗教には寛容ですね、うちの親は。父親はもう完全なスピリチュアリストです。そして、ロハコさんだよ、ロハコさん。うん。だ特に宗教、何か、その親が何々宗とかなかったですよ。仏教何々宗とか、神道とか、キリスト教通ったりとか。合図送ったね。うん。何の合図だろう。なんだろうね。ギリチョコありがとう。匿名さん、ギリチョコありがとう。嬉しいです。アイテムありがとう。ドキ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 。もうすぐだ。何のハザードかな。もうすぐだよ。うん、もう終わった。次の場所行ってますね。次の場所都内なのかな、わかんない。愛してるのサイン。ルソーは教育の発展に関してはすごいんだけど、プライベートが。あ、でも偉人はプライベートはちゃめちゃだったりするからね。サトシさんに愛してるの。サトシさんいらっしゃい。あ、それだったら嬉しいな。ぼちぼちぼしてるよ、あっちの助手席にいて。ぼちぼちぼちぼ。ガチだからな。ネタじゃなくてガチの人だからな。無条件に振ってるって。運転できないですね。いや、それは関係ない。僕はもうそれしたい。うん、白いのちょうだいって。ね、ごっくんするの、ロバコさんは。味による。味による。柏木の子はごっくんしたの。した時もあるし。苦かった。苦い時はごっくんしないの。あ、そうか。苦くないの。もうベロで味覚がわかるじゃん。柏木ごっくん。やべえ、やべえ、拡散しちゃう。甘い時もある。そう、甘い時もあるし、飲みやすい、なんていうの、味が無臭ではないけど、無味な時もある。ちょっとしょっぱい。しょっぱい時はね、もう飲まない。うん、なんかガールズトークで、ガールズトーク。乙女心って言って。乙女心だ。純白ではないでしょ。いやいや、ちょっととつぐらいけどさ、裏はさ。BTBT 嘘。うん、柏木何やってんだろうね、今ね。ひなのちゃんの彼女で、ひなりでしょ。ひなりか。うん、ひなりちゃんの彼女で、うん、それでデートするために一生懸命働いてるって。へぇ、見ついでんな、ひなりに。ひなりも男の趣味ありよな。地下アイドルひなり。
れひなり地下アイドルだよね、確か。知らない。やってるらしいよ。コスプレの人じゃないのかな。うん。で、なんかそういう活動をやってるんだって。途中で違うナンバープレートだったんですよね。あ、似てる人だった。似てる刑事同士に分かれて、まあ、間違ってさ、ツイミーズだよね。 LINE かかってきた。どこ行ってんの。あれ、いつの間に怖い。そんな細いとこね。なんだろうね、すごいところだね、また。ここ近そうだね。え、何？ここ心霊スポットなの？あ、近そうだね。そんな雰囲気で。え、何これ？人んち、怪しい人んち。廃墟系？今度は。迷ってるのかな。俺やだ、廃墟系っぽい気がするんだけど。なんか。廃墟は許可が必要だから、キャスト配信できない。あ、そっかそっか。廃墟じゃねえか。山ですね、山？ここ山っぽい。電波ちょっと弱えな。そろそろっぽいね、雰囲気的には。ぽくなってきた、ね、ぽくなってきた、3つの入り方が。神社とかも寺？なんだろう、あ、止まった。え、ここでお稲荷さんって言ってなかった。さお稲荷さん、そこ落ちないようにね、左、はい、遠石ね、うん、え、何ここ、ここライト消してあげれば。結構行くっぽい。行くっぽい。うん。だって向こうライト切ってるもん。じゃあ僕ここにいる。は？ライト渡すから行ってきて。のんちゃん行くじゃん。うん。え、のんちゃん行っちゃうの？僕、俺だってのんちゃんからしたら心霊スポットでロハコさんと二人きりってちょっと怖いと思うよ。え、僕ゲイだから。あ、まあそっか。うん、じゃあ お話ししとこう。どうする、うん、行く、いや、ま、どっちでもいいよ、うん、行きたい。お話ししてる。お話してる、うん、そっちの方が配信面白いんじゃないか。レディーストークしてる、うん、レディースター、うん、ゲイのレディースター。大きいのとちっちゃいのどっちがいい。光が強い方がいいな。でもパソコン配信でライト持ってるかな。じゃあちっちゃい方にしてあげようか。ライト強い。いや、ライト強いのが大きい方で。電波悪い、マジで。あ、電波ない、ここ。ない？うん。じゃあ、どうしよう。電波ないから、ここで待ってるにする。どうしようかな。一応行ってみるか。一応行ってみっか。うん。今ね、はい、和藤さんが行って、僕ここで留守番してる。了解です。うん。あ、じゃあ一緒に行くわ。うん。一緒に。電波弱いって。ねえねえ、大きいの。お、電どっちでもいいの？ライト強いのは、強い方で。大きい方だけど、こんな大きいけどいいの？あ、じゃあそれで。うん。落とさないよ。電波弱い。で、ここ押せば着くから。オッケー。うわ、詰めて。うん。借りるわ。くるくる。オッケーに入れば入れるといいんだけど。うん。あ、コードがついてる。コード。コード？うん。行きま。はいはい。かろうじて見えてんのかな。あ、じゃあお願いします。え、次どこっすか。どういうとこっすか。こんなか。こんなか、はい、え、見えてたら見えてるって言ってね。見えてる。え、何ここ。ここはどういう系のスポットなんですか。ここは、はい、ちょっと入り口が、はい、お墓になってるんですよ。入り口がお墓、はい、はい、で、その中に竹林があって、はい、その中をちょっと参道みたくなってるんですけど、ははは、中を歩いていける。あー、なるほど、はい、じゃ行きましょうか。あー、やばいっすね、これは怖いわ。見えてたら教えて、手挙げて。行きます。見えてないかな、コメント読め。見えてる？大丈夫？よし、行くよ、みんな。
あ、了解です。ホイール口で、うわすげえな。行きます。いいっすね、無縁仏。いやーすげえな、お墓の名前書いてないの多いっすね。そうですね、この辺かなり多いですね。しかも結構古い、その古いっすね。竹林ですね。結構有名なところなんですか？有名なローカルスポットなんですね。うわぁ、なんかすごいな。なんだこれ。お父さん今一緒にいます。え、今ショート向こうの方でガサって言いましたね。え、なんだこのお墓。いや、お墓がメインじゃなくて、お墓の奥にあるその竹林に入っていく、この中に入っていきます。っていうかすごいね、このさ、お墓があるところから思いっきりもう竹林になってくっていう。その竹のなんていうんですかね、まだ見れてる、大丈夫。竹のね、その参道っていうのかな、山道みたいなところ入ってってますね。イノシシ出るよねこれ。電波見れてる？みんなどうですか？そっちは。あ、問題ないですか？あ、もう極端、あ、大丈夫ですよ。そのテンパ切れたっぽいな。ん？今何の？こういうところで水とかありそうじゃない？ありそうっすよね。テンパなくなったさ。はい、こういうのって、はい、あの組み取りがあったところとか、はい、そういうのを結構伐採しちゃうらしいんですよ。あー、いわくつきで、はい、なるほどなるほど。あ、電波あるな。電波はあるけどコメントがないだけだ。見れてんだ。こういう、こう、なんか木が切れてるじゃないですか。こういうのって自殺があった木らしいですね。っていうのもあるっていう。普段切られてないところにいきなり切られてると、っていうことらしいですね。電波がないよりコメントない方が配信者怖えかんな。ここは一人じゃ来たくねえな。山ですかこれは。山ですね。山っす。丘みたくなってるんで。はい。あ、ど、あ、何の音だ。
動物今ガサって言ったよね。あ、バイクだ。今ガサって言いましたよね、後ろ。はい。なんだろう、カサカサ言ってますね。やだな。これね、みんなわかんないもんね。くるくる、う、なんだ今。また電波ない。結構な斜面ですね。今山みたい、山道みたいな結構な斜面登ってますよ。危ないですね、ちょっと斜面が急すぎますもん。多分伝わらないですけど、これ結構な山道で、あれどうやって来たっけ。うわっ、穴。え、こっちですか、はい、やべ、ルート間違えた。こっちか。いていていて、刺さる。ローカさんのライトこれ強いな。風ないっすよね。風ないっすよ、無風です。風ないっすよ今。あっちの葉っぱ。どこどこ。揺れてます。どこら辺？あ、本当だ。え、何あれ。今何、え？パキーいましたよね。いやー、やべえなここ。不自然な揺れ方してる。なんだあれ。君は。気味悪いですね。いますね。いますね。はい、いや、ここやばい。さっきのところよりもここやばいかもしれないな。周りからパキ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 追っかけてる音するもん。すごい近くで。足音が。で、こっからすぐ5分ぐらいのところに。はい。はい、池があるんですよ。はい。そっちにまたちょっと移動していきたいんで。ああ、ぜひぜひ。はい。池全く人気がないんで。ええー。歩いて5分ですか？いや、車でちょっと移動で。手前で止めてちょっと歩いていこうかな。了解。なんだこの。うわ、すげえ。木から竹が生えて切られてる。なんだこれ。え？竹が生えてるだけか。なんだこれ。乙姫ですかね。なんすかね。え、どういうこと。あ、これ、あ、木じゃないか、土か。なんでこんなところで竹切られてんだ、意味がわかんねえな。かぶりすぎちゃったんですかね。おお。これやばいな。見えてたら手上げお願いします。
大丈夫です、大丈夫です。あれどこだっけ。見れてる。オッケー、ありがとう。竹林だね。竹と、ん？すげえ。すごいの発見した。カラスの羽。わかる？ここ。ほら。すごくない？カラスの羽とかなかなか見ないよね。でけえ。不吉だわ。木ですか？ん？雲です、雲。雲？あー、雲が集まるところに霊が移りやすいんですか？へぇー、とか霊が集まりやすいんです。確か。また後ろに鳴ってますよ。鳴ってます。めっちゃ威嚇されてますよ。城跡とか、はい、そういうところの竹林の方がもっとやばいです。あ、うん、なんで城跡ってやばいんですか。あのやっぱり戦場になったりとかするんで死人がいっぱい出てるんですよね。あ、そういうのでやっぱり。なるほど。戦国時代の人とかの武将の霊がやっぱり威嚇してくるんですよ。なんか変な音ずっと鳴ってんな。やだな。ディープスポットでした。なんかここちょっとやだね。あの茂みになってて、あのパキ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 ずっと音がしてた。ちょっと怖いねここ。初見さんいらっしゃい。ちょっと嫌な雰囲気だったね。うん、もう怖いから降りてきた。空気が変わるね、やっぱり。もう一箇所、あの池があるところに今から移動するそうです。すごいね。ここ横浜ですね、神奈川です。若いらっしゃい、ワード2。いや、怖え、マジで。気になりますよね、ちょっと。ちょっと僕も気になりました、あそこは。こうっすよね。ちょっと行ってみますか。正義の味方いらっしゃい。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。すごい、さっきの山ですね。いや、もうスポットから離れたのわか、今。
ちょうど5分前ぐらいに出ちゃった。あの大木気になりません？気になりますね。あれや、なんか気になりますよね、うん、あれなんか変だな。なんだろう、あの木。結構自動補正かかりますね、ここですね。ぼやけますよね、なんか、うん、あの急にオートフォーカスがこう、うん、ガーッと動いて。今日は何にもないですかね。あ、参道別のルートで入れる感じですかね、うん、その今ね、その木を写したんだけど、あの木がちょっとなんか癖があるんだよね。あそこの木が、あ、なんか人写った今。あの木がね、ちょっと嫌な感じがしたんですよ、あの真ん中にある木ね、うん、まあ、心霊配信のいいところ、リスナーさんがすごい検証してくれるんで、YouTube に動画上げた後にね、ここにこう映ってたとか、ああ映ってたとかね、教えてくれるんですよ。お、なんだ？なんすかね？なんだろう、あれは。もう一箇所行きます。川？なんなんすかね？伐採？なんだろうこれ。ここなんなんだ、炭があるし。あ、ここ燃やしてるんだ、トタンの中で。昔薪で燃やして炭作って。なんかここの石特殊だな。なんだろう、あ、炭だこれ全部。燃やした後だね。薪だ、薪。これ薪ですね。なんだろうこれ、なんで薪がこんなあんの。え、なんすかここ。薪がいっぱいあるし、藁もあるんだよね。なんだろう、人がいる痕跡が。バチに言いましたね。うん、言いましたよね。なんだここ、これって何なのか分かる人いる？このさ、木を、うん？なんだ今？ん？今後ろから。まあいいや。あの、この三角形の木を組んでんの何なのか分かる人いる？椎茸の培養？いや、椎茸じゃないっすよね。なんだろうこれ。いや、そうね、キノコっぽくないんですよ。で、キノコってこういう空気の通りのいいところを作らないから、うん、湿ってるとこっすね。ですよね。なんだろうこれ、マジ謎なんだけど。このオブジェ、木が3列分厚三角形にで、薪がいっぱいあって、そこに薪の束があるんですよ。これ何なんだろう。で、人工物があるんですよ。そのボートであったりとか、なんかドラム缶みたいなのがあったり。謎ですね、ここ。ああ、すごい、木が段になってる。木がね、すごい積み重なってる。竹だ！竹がバーって。なんだろう。謎だな。これも謎でしょ？これも意味わかんないじゃん。この鉄パイプで全く同じのがあって、ここにスコップがあるんですよ、古い。わかる？なんだこれ。スコップ、しかもスコップも、え、何これ？鉄パイプで、スコップも、なんですよ、これ。え、何これ？超意味わかんないんだけど。木と同じやつ。戻ります。何これ、マジで謎なんだけど。なんかその幽霊的な怖さじゃなくて、
なんか謎のモニュメントみたいなすげえ怖いんだけど。あれ昨日三角形あったじゃないですか、うん、鉄パイプとスコップバージョンもあったんですよ。 ありましたね。何なんすかねあれ。ここは自殺多い場所なんですか。いや、ここは特にそういう場所ではないと思うんですけど。まあでも心霊現象が起きる場所っていうのは特に人気の少なくて暗がりが多い、やっぱ多いんで。おお。なんか埋まってんのかね。マジ何のために作られたのか意味が分かんなかった。でも結構自分で作ろうとしたら労力かかるぜあれ。あれ結構大変ですよね。フリーメンソンの三角形めちゃくちゃでしょもう。え、フリーメイソンなの？マジかよ。寒い。水路っすね。畑っすかこっちは。あ、畑、うん、田んぼか畑。多分夏の方が、はい、結構もしかしたら霊現象多いかもしれないですけど。ああ。ありますね、やっぱ水辺は。ああ、そうっすね。水路。何と音が怖え。か水路っすね。初見、神奈川県ですね。神奈川県です。の無名の今お墓のあの林になってるローカル心霊スポットですね。今行ったのは。でもう一箇所行って終わりですか今日は。そうですね。でもそこは結構多分長くなるんじゃないかなと思います。あ、次が長い、はい、了解です。ちなみに次のは結構怖いんですか。廃墟があります。廃墟、はい、へぇ。中入れないですけど。あ、はい、了解です。出たよ廃墟。ちょっとすぐまた、はい、あの配信、はい、切り替えるんで、はい、あの向こう、はい、このまま向こうにまた U ターンする。U ターンで了解です。ここから行きます。あ、了解です。ついていきます、はい、よいしょ。お疲れ様ね。お疲れ。電波大丈夫だ。いや電波ね、 PTPT っぽかったね、うん、でもまあ見れたり見れなかったりみたいな。狂気すごいねそれ。あ、ここは2カ所目ですね、はい、また行くっていうから、また、はい、そこでそこに道があるから、あ、そこで U ターンしてください。はい、はあ、よいしょ。もう後ろシートベッドいいっしょ。後ろはダメでしょ、はい、ダメなの。え、後ろつけないとダメでしょ法律的に。え、でもおまわりさんの席が合わない。いや放送やってるからさ、うん、一応。あ、うん、じゃあワドさんよろしく。ダメだ、つけるつける。元の部分が分かんなくてさ、元これこれ、そう押さえてて、あれ難しくて、はい、オッケー、ありがとう。落っこちないように、ね、はい、つけました。2箇所目っすね。で3箇所目が長くなるそうです。廃墟と池。僕、和藤さんの望んでたとこじゃ廃墟。いや廃墟もやだっつっての、望んでねえっつの俺。怖いの、ほんと嫌なんだから。嫌だと思うほど行っちゃうものなんだよ、運命で。そうなの。嫌だ嫌だというところで悪い。廃墟行こう。待って、廃墟行こう。
あー、ロハコさんが、うん、ミミトリさんがさ、うん、ね、あの、ワトーはどのコーナーに全部僕無視してるとかね、なるほど、ワトーさんのいいところを知ってるから、ありがとうございます。あとマレッチさんとの出会いとかね、はい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 、僕の大好きだとかね、完全ガールズトークじゃん。マッパにしてね、口の中に入れちゃいたいぐらいだと。ワカさん、惚れっぽいかな、すぐ好きな人コロコロ変わるかな、コロコロ変わるよね、変わるよね、本当にその人が離れていくとさっとね、僕も離れていく、気持ち変わるよね、追わないの、後をね、わかるわかる、そうするとさ、傷つくじゃん、うん、自分が引きずらないよね、うん、マレキさん、相当、当分変わんないかも、1年ぐらい、いや、面すぐあるよ、知ってんだから。みどりさん、僕が捨てたもう、うん、あ、もう着いたみたいだよ、うん、もう着いた、早いな、そう、5分つったもんね、そこ、そこ、落ちるとこがあり ついてるから気をつけて、お、うん、ローコさん行かないの、うん、はい、はい、今日、いや、廃墟っていうか、池、池、廃墟もあるの、あるって、廃墟セットだから、廃墟セットは、うん、行こうよ、これ行くし、うん、カメラ場に徹するからさ、僕、ちっちゃいライト持ってこっかな、大きいライトで、リュックサック背負ってくっか、うん、ね、そっちさ、うん、充電器とか持ってった方がいいよ、一応、いや、もうパソコン配信だから、うん、充電器使えない、でも2時間ぐらい持つから、多分これ最後までいけるはずなんだ、音が聞こえない、そうだね、そう、音聞こえる、あそこに、だって音聞こえない、なんで、今日はラッキーだよ、ん、飲み物飲んで買ってこおる、音聞こえる？音聞こえないってなんで？飲み物持ってけないじゃん。音聞こえる？音聞こえる？なんで仕方なんだ。音聞こえる？聞こえてる？うん。ありがとう。なんか飲む？なんか飲むか、コーヒーちょっと1本飲ませて、コーヒー1本飲みます、あったかいの飲もう、もう寒すぎる、聞こえる、コーヒータイムさせてください、何がいいかな、極み深入りブレンドでしょうか、極み深入りブレンドを飲みます、極み深入りブレンド、あったけ、うめえ、一本温まろうと思ったその機材めちゃめちゃすごいですよね、ちょっといいっすか、リスナーさんに見せたいんで、はい、懐中電灯2本あれ、ちょっと待ってください、はい、ちょっと待ってください、ここに見ます、はい、懐
懐中電灯をこうスマホに懐中電灯こう2個ついてるって超かっこよくない？これやばいよね。で緑、上を押すと緑が出るんですか？いや下ですね。下か緑、はい、ああいいっすねこれ。いやー、いやみんな心霊配信、はい、こっちも映ってるじゃないですか、はい、いや緑色のライトいいねいいねっていやそれなんですか、懐中電灯のスタンドなんですかそれは、それとも自分で改造して？いやじゃないですね、こういうあの、はい、配信機材って、はい、探すと結構これが出てくるんですよ。へえ。これビデオカメラとか、はい、あのカメラとかそういうのに使うやつですね。へえ。下に設置して、はい、下でビデオを固定して、へえっていう感じの。ありがとうございます。すげえ。向こうにちょっと廃道になったとこあるんで。はい、廃道。廃道さっき見ました？廃道は見なかった。これ残りあげる。行ってくるよ。はい、はい、でその奥に木がある。ロコさんやっぱでっかい懐中電灯貸してくんね。後でスリップ方法を教えるから研究して自分で、はい、ね、今は僕のエネルギーで、はい、とりあえずカバーできるけど、はい、大丈夫だよ自分ペースでいって。僕電子柱2本分か3本分まで伸び出るからね、はい、ただ縮めてるだけ。ちょっとみんなに心霊映像は映んない？あ音でかくしますよ、すいません。どう、聞き取りやすくなった？ちょっと音小さいみたいだったんででかくしました。あ、この左は何？もう左、うん、なんだこれ、民家だ、民家居住地だね。いや、もうこれ入れないんですよ。え、本当だ。え、住んでないってことですかこれ？そうだね。へぇ、廃墟ですね。へぇ、廃墟になるほどのことがあったんだよね。え、これ上のこの豪邸、そうそうそう、が廃墟。マジで？ここにほら看板があったんだよね。ほぉ、ほんとだ。旅館、なんか普通の作りじゃないですよね。売りますとかのシールもあったんだよけど、なくなっちゃったんじゃないのかな。売りますとか、はい、売りますとか。こっち行ってもちょっともうなんもないですね。ほうほうほう、うん。怖い。今日は吸い込まれやすいんだ。足を掴んで池にドボドボとか、誰かが急にちょっと動かないとね、はい、このぐらいの強さで押してくる可能性がある。あ、今日はね、はい、うん、ドンと、はい、うん、そうそう、おっと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 って、気をつけて、はい、おっとっと、はい、僕らいるから大丈夫だけども、はい、いや、あっちの方の音あるよ、あります。あ、電波ないわ、ここガラスはあるの。あ、本当だ、うちはぐらいですよね。ってことは、入れちゃってるってことは、みんなの子供たちの体験場所になっちゃってる。電波1、うん、僕らがキャスだとさ、あの人がこっちのところ取ると通行されちゃう。なんか上がりづらいよね、ここで納品っていうと。大変だ、大変そうだよね。うん、座るエレベーターみたいなのあるといいね。エスカレーターっていうのかな、ね、天井に穴。うん、解体しようとしたんじゃない？ああ、うん、でやめた。はい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 。板は使えるじゃん、上に貼ってある板は。うん、うん、うん。電波皆無だな、ここ。皆無？いや、2本だから5本中、うん、もうひどいね、ちょっと。あ、綺麗。綺麗だね。心霊スポット行ったっけ？僕とは行かない間に行った？あそこだけっすよ、トンネルのとこだけ。そうじゃなくて、今回この日じゃないのに、はい、僕と行った以外に行った？行ってないです。行ってなかったら、
下見に。下見はこの間のとこしか行ってないです。行ってた。今日じゃあなんで。寒い。マジですか。言えます。わかんない。わかんないです。こんな時を吸い取ってる方がいる。からすごいな。あ、電波戻った。自身のみんな充電が必要なんで、ね、のんちゃんの充電の仕方教えといて。はい。ピンボケひどいな。あ、直った。ロコさん、こっちもピンボケ直して。あ、直った。ありがとう。ロコさんが通るとピンボケが直る。僕は霊感があるのでバリアがあるので、ね。なるほど。本当にピンボケ直った。すげえな。ロハコパワー。やば。え、なにこれ。あ、いい平屋だよね。なんかさ、善太郎さんの平屋にそっくり。行ったことないからわかんないけど。うん、見つけて。駐車場でさ、ここなら畑もついてるって感じ。もう畑ついてるけど、あの箱はいらないな。このメーターじゃ嫌だな。取り替えてほしいな。うん。これなら住めるし、住めないな。こんなボロボロか。はい、相当前だね。はい、買っちゃってたな今。とりあえず僕がダメとかそこ行ってとか動かないでとか怒鳴ったら止まってね。うん、危険だから。はい、とりあえず僕と一緒にいるんでさ。うん、大丈夫や。住んでるんじゃないですか。うん、静かにした方がいいかも。電気ついてるね。あ、ついてる。あ、住んでますね。静かにしないと。車あるよ、奥に。うん、だ人住んでるね。人いっぱい住んでる。あ、やめましょうか。ガテネタだから、あんまり突然来るかも。うん。池はどのぐらい。もう、今すぐ行ける。今すぐ行ける。はい。車で行くの。車で行く。あ、歩いてます。歩いて。はい。うん、結構距離ありますけど。距離あるの。車で行こうか。ちょっと近くまで行って。うん。ここいいムードだね、この日だよ。ね、僕もうちょっと当たってたら死にたいから。ここなら一番で出してくれるんですよ。いいでしょ。一番で。一番で無理？寒すぎるわ。寒い。めちゃくちゃ寒い。怖いとかを超えてきた。だんだん寒い。ミネッツさんは更新したりしたらなんか動いたりしたことになったり。限界まで引っ張ってもらっていい？そうそっちの方、そう、もうちょい。はい、見れた。いや、そっちの方教えて。ちょっと待って、探して。これ。これ、どこ？これね。うん、いいよ。データできるとかできないとか全然ノーデータ。この田んぼ
落ちたら大変だよね、車に乗り換えるって。何声が、声がどうしたの、佐々木さん。そこで U ターンして、うん、同じことしよう。うん、カクカク。多分この今登ってるこの道に行くんじゃないかな。ため池でしょ、農業用の。あっち行き過ぎると落ちるから気をつけてね。はい、声がデジタル音みたいになった。どういうこと、デジタル音。初音ミクみたいな、ノラちゃん、ノラちゃんの迷子。ここも電波ねえな。見えてたら手を挙げてください。見えてたら手を挙げて。電波僕の方ダメっすね、多分。この奥なんですよ、この奥、はい、あ、まあ行ってみます、とりあえず行ってみます。はい、なんか声がリスナーさんからもう変だっていうのと、デジタル音みたいになってるとか、マジっすか。なんかちょっと霊的な感じの不具合があるみたいですね。このカーブ行ったとこなの。そうです。おお、どうやって調べたの？これ、いや、迷い込んだっす、ここ。迷い込んだの？へぇ、だって、え、ここに迷い込んだの？はい。で、行っちゃったの？行っちゃいました。見えてんのかな？あ、池がある。で、帰ってきたの？そうです。データに取っとこうって。はい。うん。多分、農業用のため池じゃない。寒い、ここ。とびっきり寒い。このため池って結構、落っこって、溺れて、死んじゃった人とか過去にいそうじゃないですか。あ、子供が遊んでね、うん、推進したとか、ね、うん、これだけ人気がないからこういうところで、うん、ここまで釣りとか。ああ、そうっすね。今ね、ラクとか聞こえにくいけど、こっから、うん、こっからね、あのし、あそこに白い光があるでしょ、右。はいはい。右あそこに。あれ？どこ？あ、そう、あそこの辺からやばい。ああ、もう切れてる。え？あー、釣ってますね。あー、あそこやばいの、うん、ラコさん。こっからやばいから気をつけて、ね、ここやばい。ここやばい。ここがやばいんだって。そっから先がむやばいの、こっから。僕は少し距離を置くんでね。はい。うん。で、和藤さん、うん、これ持ってない？うん？あ、電柱欲しい。電柱じゃない、懐中電灯。これ、うん、ありがとう。あ、さっきのでかいやつない？じゃあ、こっち開けて。うん。どこだろう。あれ、あったあった、光だね。うん、うん、うん、ありがとう。行きます。皆さん、ピンボケがすごいな。ここが、ロアコさん曰く、この切り倒された木あたりから、ちょっとやばいらしいです。え？どうした？え？パン。え？何？僕にはうーって聞こえる。え？パンって聞こえたんですか、今。え？嘘？うーって言ってる？言ってる、言ってる。え？大丈夫？え？畑の仕事してる人がいるのが大丈夫。あっちに見える明かりは何？反射板？反射板さだよ。え、ちょっと待って、水の音聞こえます？うん、聞こえる。ああ、水が流れてんのか。うん、米用の畑だから。あ、水張ってる。ほんとだ。違うかな？乾燥？あ、違うわ。あ、でも、横をちょろちょろと沢が流れてる。はいはいはい。うん、米用の畑だから。寒い、パソコンが持ってんの、ね、痛
て、怖っ、ここなんか吸い込まれるようにこっち来ちゃったんですよ。で、呼ばれたんだよ、呼ばれたんだ。こっち上に駐車場なかったの？駐車場ないっす。ないのか。はい、残念だね。あそこに公園の地図みたいな。え、何今の？いや、僕パーンって聞こえたんですけど。うん、うんじゃ、うん、僕には大したことじゃない。ちょっと呼ばれたくさい。そこで U ターンかませるんですけど、はい、軽じゃないときついかな。ああ、そうっすね。ありがとうございます。公園なんだっすか。池です。ここ池マウンテンだと思います。ああ、池、池らしいっす。あ、ごめん、なんか、みんなさ、ほんと申し訳ないんだけど、なんか、コメント止まるとさ、電波が悪いのか何なのかわかんないからさ、ほんとに強要するの悪いんだけど、コメントください。電波の問題なのか何なのかわかんないんで、あでも、うでもいいんで、すごいフリーズする。今いるところが、現在地がここ。結構奥まで行く感じですか。結構これ一周しようかなと思ってます。あ、なるほど。ここは基本的には多分ここ、はい、今ここにいるんで、ここから、はい、こっちですね。こっち下に、はい、はい、多分行き止まりなんですか。ああ、じゃあ右行ってこっち行ってこう帰ってくる感じでも大丈夫だと思います。はい、じゃあこっちの奥の方には行かない感じですよね。そっちの奥の方まで行かないです。あ、了解です。じゃあ一周ぐるっと回ってくる感じで、はい、行きましょうか。はい、奥はそっちなんで、はい、はい、ああ、なるほどなるほど、了解です。じゃあ行きます。ここは偶然見つけたスポットらしいですよ。ちょっと見えないですね。え、あ、池になってる。なってます。池だ。うん、水だよ。あ、水か。水が、ま、あの濁っている水が。水場ってやばいって言いますよね。はい、ここは柵があるから、そんなやばくない。うん、書いてますね。あ、おはよう、お客さん。行きます。うーって聞こえた？うーって聞こえた？嘘？え、俺何も聞こえてないよ、うーって。え、うーって聞こえた？え、どういうこと？ハッチ。え？パンパン？何パンパンって。え、何今の音？あ、ここ音しますね。全く同じ場所っす。同じ場所っすね。奥から。うん。音が奥からしますね。しますよね。はい、てか、ロハコさんは？え、大丈夫？ロハコさんまた転換？ロハコさん？え、そこで待ってんの？放送の準備してんの？いや、それ待ってって言ったら待つんだけど。え、問題なく見えてる人手挙げて。問題なく見えてる人だけ手挙げて。問題なく見えてる人手挙げてください。問題なく見れてる。じゃあこのまま続行するよ。はい、行きます。はい、はい、設定終わりました。行きましょうか。はい、いっす。行きます。聞こえてる？
若々いらっしゃい。何があるのかわかんないよね。公園にはなってるようですけど、ここに来るには相当歩いてこないと駐車場もついてないんで、難しいと思うね。怖い。ちゃんとやります。僕から離れないと、うん、多分ちょうど夜中の2時ぐらいか。カラス鳴くかこの時間に。カラスが起きる時間かな。いやいやいや、2時だよ。え、この時間にカラス鳴く？あの照らされたんで起きちゃったんだと思う。え、あのえ？襲われないようにね。聞こえるカラスの声。え？だから照らすと余計起きちゃうって。嘘。うん、え？やばくない？こんな時間にカラス鳴いてんの初めて見たんだけど。超怖え。すごい量だな。夜中の2時だよ。夜中の2時起こしちゃったの。多分いつもは静かなのに気をつけてね。あ、そこ行くと川行けちゃう感じですね。どっから沼かわかんない。え、なんだ今ん？ガチャガチャっつった。いや、カラスで葉っぱ落としたんだよ。え、んこれなんか言いましたよ今。ほら、ガサガサ言ってる、ガサガサ言ってる。え、なになに。てカラスの色やばくないですかこれ。ここちょっとやばいかも。ちょっとやばいっすよ。カラス襲ってくるかも。マジっすか、うん、あ、いるいる。いや、見ますか。うん、あー、やばい。ちょっと待って待って、し、なんかいる、なんかいる。めっちゃザー言ってる、ザー言ってる、ザー言ってる。これちょっとやばいかもしんない。ほら、身の危険も、身の安全も、うん、一応確保しないね。いや、カラスがね、もうすげえ激おこで、もう何十匹とカーカー言ってる。警告かな。昼間来れば怒んないだろうけど。激横？激横ですね。離れていくとほら、ああ、カラスやんだ。えぇ、ー、こんなに、え、カラス鳴かなくなった。だからカラスが、すげえな。警戒警報発令。あ、眩しい眩しい。あ、ごめんごめん、大丈夫、うん、ごめんごめんごめん。あ、なんかいる。左がやばいっすねこれ。こっちなんかいますよ、さっきから。カラス鳴きやんだよ。冬眠できないんだって。やばくない？引き返した瞬間カラス鳴きやんだんだけど。うん、だからやばいって言ったんだ。警戒してる。要は危ねえぞ危ねえぞって言ってるってこと？え、教えてくれてんの？そうか、やっちゃおうか。おお、カラスすげえな。うん、いや、イノシシとかそういう感じじゃないね。なんか変な音。やば、カラスが20匹ぐらいでガー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 すごかったよ。こんな夜中に。あ、
なんかいる。今ううって言いましたね。ううって言いましたよね。なんかいるぞこれ。うん。つけられてるんじゃないかな。ううって聞こえたよね今。うん、今ハチ聞こえたよね。うーって。ハチマジで聞こえたでしょ今。そこからまた聞こえるよ。嘘。さっき止まったとこっすよね。うん、ここやばいって言った。何これ。あれさ呼ばれたんだって。なんだろうね。右からドンって落としたし。嘘。嘘。嘘。いけすか。うん。え？あびっくりした。顔が浮いてんのは。うわ怖っ。木ですかあれ。木ですね。怖いですね。木の杭だ。杭みたいな。うん。さっきのところにまた行ってカラス鳴いたら霊的。え、行かない方がいいでしょ。木の杭だ。怖いっすね、これ。怖いっすね。結構、向こう岸、対岸、あれなんですね。対岸は近いっすね。近いっすね。V の字になってるんですよ、ここ。はぁ。カラス、いや、結構ね、尋常じゃないぐらい激横だったカラスが。20匹ぐらい。で、引き返した瞬間に泣き止んだ。すごかったよ。野犬じゃないと思うんだよな。すごかったっすね、カラス。やばいっすね。あれちょっと身の危険感じるレベルですよね、うん。マジで警戒しまくってるっていうか。なんか、入るな、入るな、みたいな。こっから先入るなよ、みたいな。で、そう、結構奥まで行ったんだけど、泣き始めてから、結構奥まで行ったんだけど、そしたらもう大合唱が始まっちゃって、多分あの先行ってたらやばいと思う。マジで来んな、みたいな。こっち行ってみますちょっと。こっち行ってみましょうか。はい、カラスも完全泣きやんだね。多分人間が入っちゃいけない。同じじゃない、右からですよ。うん。またカラス鳴き始めた。ちょ、別ルート行ってみます。左右行く。左はない。左はない。ここで待ってる。あ、ここね。オッケーオッケー。うん。縄張り入ったから怒ったのかな。え？こっちは大丈夫。あ、左は立ち入り禁止で。この道から帰ってくるの？多分、うん、戻ってくる。うん。じゃあ、ろかさん、ちょっと待っててください。うん。やばくなったら、教えてくださいね。どうやって？ここは僕ん家だぞーって叫んでください。逆飛ばされちゃって。ちょっと待ってろ、今すごい力が出てくるからって言ってください。はい、別ルート行きます。ああ、登れますね。どうします。うわ怖っ。これ結構怖いですね。これやばいっすね。上行きます？ちょっと行ってみます、ね、行ってみます。こっちカラスルートですもんね、はい、行けますか。いやこれやば。ここ登ります。これやばいぞ。狭っ。倒れたっぽいっすね。すごい、結構なんか丘みたいになってるんですね。寒い。やばいっすね。
うーがわけわかんない。リスナーさんもはっきり聞こえたみたいですね。あ、本当ですか。最後のうーは、あれやばかったですよね。海に入ってますね。はい、あれ怖かったですね。え、頂上、頂上、あ、結構近かったですね。結構歩きましたよ。何があるんだ、参道、なんだここ、え、何ここ、じゃあ参道っすね、参道っすね。え、なんだ、山なんだここ。初見さん楽しんでってください。やばそうっすね、やばそうっすね。ちょっと名前がもう、ムジナ、ムジナって何でしたっけ、ムジナって何だっけな。誰かリスナーさんでムジナって言葉わかる人いる？ムジナって何だっけ。やばいっすね。見えないっすね。あー、これ落ちたら死ぬやつだ。ここは死にますね。死にますね、これ。これ死ぬやつ。ぐるっ、やばいっすね。マジで。ああ、これやばいやつだ。こう柵ないとやばいっすよね、これ。どうしましょう。あ、穴熊のことだって。穴熊のことをムジナって言うらしいっすね。横浜ですね。青葉区です。青葉区の公園、池の公園みたいな感じのところですね。ありがとう、教えてくれた人。これ、ヨガ子さん呼んでも聞こえなくないですか？いや、大丈夫です。よくここ見つけましたね。超ディープスポットっすよね。めっちゃディープっすね、ここは。うん。同じ穴のムジナって言うもんね。あれ？消えた。え、ちょっと待って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 。え、ライト消えた。なんで？え？え、なんでなんで？お、いや、これ、後ろのボタンを押すタイプなんですよ。はい。絶対、僕、こうやって持ってたんですよ。はい。ありえなくないですか？ありえないですね。え、何これ、今の。完全バツって消えましたよね。懐中電灯が消えた、急に。しかも、これ、後ろのボタンを押すタイプなの。ここの、親指でここカチカチでやるタイプなの。絶対消えるはずない。あ、消えた。え、ちょ待ってください。電池切れ？あれ？電池切れですか？あ、いや、つくんすよ。え？なにこれ？え？僕ですか？はい、あ、全然大丈夫です、まだ。何これ？なんで消えるんだ？電池切れかな？うわ、やば！こっちはないだろう、これは。これやばいっすね。案内板がない。ですね、どっち行けばいいんだろう。こっちですね。結構下歩いてる感じだよね、これ。ですね。はい、あ、どうしました、大丈夫ですか、足、え、なんかめっちゃ握られてる感あります、え、大丈夫ですか、はい、え、あれ、うちらの車じゃないですか、え、なんで車があそこにあんの、え、方角おかしくないですか、え、ね、え、え、あれ車、そうっすよね。あ、車そうっす。え、どういうこと、どういうこと、ちょっと待って、待って。え、どういうこと、え、どういうこと、だって、え、ロコさん置いてっちゃったじゃないですか。え、なんであそこに車があんの、え、おかしい、おかしい、おかしい。え、絶対おかしいっすよね。え、どういうこと、どういうこと、え、なんで車あそこにあんの、
ええ、ちょっと待って待って待って、絶対おかしいっすよね。いや、でもあれ確かに道なんですけど、いや、違う、方角的に絶対こっち来ないっすよね。わ、ほんとだ、ちょっと飲んだんつけて。ええー、ちょっと待って、怖い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 、マジで怖い、マジで怖い。え、絶対ありえなくないですか。そうですね。え、どういうことどういうこと。いや、これこれ車輪なんだよ、マジで怖い。え、どういうこと。多分ぐるって回ってんのかな。え、だって向こうからこう来たじゃないですか。で、左に行って左に行ったんですよ。そうですよね。ですよね、はい、え、どういうことどういうこと、怖い。え、マジで怖いんだけど。絶対ありえないですよね。結構そこもう一回曲がんないといけないんで。え、だって、ちょっと待ってください。左行って、だってこれぐるーって回ってきたってことっすよ、そういうことは。この山をこう回ってくるなんてありえないじゃないですか。ありえないです。え、どういうこと。え、何これ。ちょっと待って、マジで怖いんだけど。これマジでありえないですよね。え、どういうこと。え、何このピンクの。え、何これ。絶対ありえないんだけど。俺らどっか来た。ちょっと待って、マジで。やばい。足で。違う、マジでやばい、これ。やばい。ちょっと助けて、マジで。え、どういうこと。気をつけてください、ね。はい。え、ロハコさんどうします。置いてっちゃったじゃないですか。いや、ロハコさんは、多分、あ、そっか、ゴー、まあいいや、ゴースタートして引いて、じゃあ、はい。え、ロハコさん、え、ちょっと、でも、ロハコさんが、え、ちょっと待って、いいっす、今、もう、やめましょう。え、っていうことは、僕の頭の中で、ロハコさん二人いるんですけど。だって、こっち側の左側にまっすぐ行ったロハコさんと、だって、後ろにロハコさんいる計算になりますよね。そうです、そうです。この赤い点、違うんだよ。方角的に戻ってきたの、ありえないルートなの。なんで車があんの。え、どういうこと。マジでわかんねえ。パラレルワールド来た。大丈夫。足痛いね。これあれっすかね、方角なんか狂ってんすかね、頭の中の方位磁石が。多分結構狂ってると思います。あ、え、あった。え、どういうこと。あ、え、え、あった。え、え、この池から、え、ロハコさんいないよ。え、ちょっと待って、やばい、ちょっと出ましょう。ここやばい。ここロハコさんいないじゃん。え、どういうこと。どういうこと。ここ池だよ。あれ、別の池。あ、わかんねえ。え、ここスタートラインの池。あ、ほら、虹の池だ。虹の池だ。あ、え、わかんねえ、マジで。なんであそこに車があったんだ。全然わかんねえ、マジで。滑った。え、どうしたなんかいた？足音が聞こえました、今。嘘。いやちょっとこんな、うわ、そこ気をつけてください、そこ。やばいよ。え、なにここ。待って。え、やばいって、どういうこと。ルートがわかんねえ。どっから来た。え、え、あ、大丈夫だ。そっから来て、え、車が、え、全然わかんねえ。いや、方角的に絶対ありえないんで、あっちの方に車があんのか。どうします、戻ります。はい、定点カメラ、はい、OK です。緑で行けましょう、緑で。危ねえ。定点で行くっぽいです。ていうか俺ライト消えてんだけど、なんだこれ。定点行きます。俺引きで撮りますよ、じゃあ。あ、並べても多分撮れると思います。あ、了解です。え、ていうかマジわかんないです。一服していいですか。あ、どうぞ。でもありえない方向から帰ってきましたね、完全に。なんか地形が全然意味わかんないっす。月明かりあってよかったですね、
やば。ちょっと離れるよ俺。ちょっとあのタバコ吸ってくるからパソコン置いてくよ。みんな監視して、手挙げて。みんな頼むよ。パソコン見張ってて。ちょっと僕タバコ吸ってきます。トイレと奥の方行ってくるね。 OK だったら手挙げてください。停電そのままにしとくんで。絡まってんな。ちょっと待って、絡まり取ります。やば。ちょっと移動するよ俺。みんな見張ってて、ね、頼むよ。
ただいま。なんかあった、うん、なんかあった、パキパキ言ってたらしいですよ。みんなでパキパキパキって書いてます。コメントでパキパキ言ってます。パキパキ音がしてたの。相当離れてたよ。俺あそこのため池の方行ってたから、奥の50メーターぐらい離れてた。パキパキ言ってた。なんだろうパキパキって、結構でかい音で。パキ映ったら花火、早く帰りましょう。映像変化ない。パキパキ言ってる。見えた見えた、聞こえた聞こえた。コメントパキパキずっと言ってる。大丈夫か。なんだろう、パキパキ、みんなパキ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 書いてますね。はい、なんか怖かったらしいですね。映像は何も問題ないけど、ちょいちょいブレてた。パキ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 ずっと言ってたらしいですね。僕らがタバコを吸ってたのあそこらへんっすよ。だいぶ離れた、あの奥らへん、あそこらへん、一番その画面光で映ってる一番奥のところだから相当遠く行ってたよ。ブレアウィッチっぽい。どうします、どのルートで行きます、戻ります、それともまっすぐ行って戻れ、向こう行けんのかな、こっち行ったら多分相当回ることない。ああ、じゃあ戻りますか。骨がパキパキ言う音、何それ。ラップ音がずっとしてなの。画像もなんかブレスさんみたいですね。へえ、こっちはなんか画像は問題なかったみたいですね、うん、定点だからブレようがないんですけどね。ブレて戻ってブレて戻って繰り返し、マジかよ、うん、聞こえる人と聞こえない人がいる。なんだろうね、え？何今の音？え？じゃ逆っすよ。後ろっす、左っす。え？そっちの奥ですよ。マジか。ガッシャンと音しましたよね。ラップ音すごい、今でも？今でもする？なんだろう。ラップ音？ん？なんだ？ライトか。絶対音しないですよね。畑ですもんね。360度、うん、音がする環境じゃない、うん、もう畑しかないから360度。ローカさん、うん、確認したよ、大丈夫だよ。怒ってる、マジで。ラップ音って霊が怒ってる音。なんだ今の音。え？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 車？え？え？どういうこと？あ、車ありました。え、なんで車あるんですか？え？ちょっと待って待って、マジでわかんないんだけど。え？車ど、あ、え？なんで車に着くの？え？ぐるっと、え？方角的におかしくないですか？え、どういうこと？なんで車がここにあんの？え？あれ？え、どういうこと？え？俺わかんねえ、マジで今回は。意味がわかんねえ。え、どういうこと？なんで車があんの？え、え？え、ちょっと待って、マジでわかんないんだけど、俺方向音痴じゃないの？え、なんで？え、ちょっと待って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 。え、どういうこと？おい、お疲れ。え、ちょっと待って、俺らどっちから来たんだっけ？じゃあ、え？向こうから来たのか？え、なんででもこっちに繋がんの？ぐるーっとそっち回って、光が途中であそこで見えたのね。
うん、あれと思いながら、うん、すごいもやもやしてる。向こう、まあ、左回りで行っちゃった。右から左回りで行っちゃった。右から左回り、うん、じゃあ勝手に降りたじゃん、はい、で進んでるうちに、はい、自然と左回り回ってた。左回りを回ってたの。じゃあ、ね、行ったらわかるけど、マジでね、わけがわかんないの。その、じゃあ、入り口どこにあったっけ？どっから入ったっけ？あっちから入ったでしょ？うん、で、後ろにするわけじゃん。で、左に行って、違うんだよ。なんて言えばいいんだろう。あっちの方行って、カーカーって行って、またこっち行って、カーカーって。怖え、ここ。じゃあなんかね、なんかと、なんて、キツネ？なんつうんだっけ、こういうのって。あ、バカされた。バカされたみたいな感じがして。どういうこと？ここで U ターンしたんだよな。意味がわかんねえ、マジで。あっちから来た。わかるわかる。向こうに行ったんだよね。で、入り口入って、池行って。右曲がってた。だよね。うん、なんだこれ。それでみんなに体験してほしい。これね、定点、なんつうの、主観 FPS 視点だとわかんないんだよ。そのなんつうの、ほら方角ってわかるじゃん、人間の。いや、そなんて言ったらいいか、車がなんかこっち側にないはずなのにみたいな。いや、もう行きたくない、怖い。カラス鳴かなかったんですよ。鳴かなかった。こっちが、マジっすか。うん、あるんやば。バイオハザードに出てくる。超怖え。なんか変な怖さ。なんか。でさ、何ここ、クマみたいのがいてさ、怖くてさ、逃げてきた。あ、だってムジナ池って言って、クマが、クマの池みたいですよ。ムジナ、ムジナって、ムジナってタヌキじゃなかったっけ。あ、思い出した。ムジナってクマじゃなくてタヌキだよね。アナグマでしたっけ？ムジナって書いてある。そうだ、タヌキだ。そう、ムジナってタヌキのことだ。ばあちゃんに教わったわ。ムジナってタヌキだよ、確か。タヌキに化かされたんじゃないの。ムジナってタヌキだよね、確か。ムジナってタヌキじゃなかったっけ。誰か検索してくんね。何だったんだろう。光は見えてたの、ノンタンの方から。普通に歩いてた？車？ふーんって。おう。なんかね、変だったんだよね。快感がおかしいんだよ。いや、ここはね、なんか偶然見つけた、なんか、ネットとかにも載ってない、なんつうんだろう、池なんだよ。で、偶然見つけたらしくて、行ってみようっていうことになったから、特にその心霊スポットとか何っていうわけじゃなくて、なんだったんだ、ここ、マジで。なんか心霊スポットを探してて、偶然なんか行き当たりばったりになっちゃったの。最初は塞いでくれた？ヒーさんさ、見てた？最初カラスがずーっと警戒音で20匹ぐらいガー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 すごかったの。なんだったんだよ、マジで。超嫌なんだけど、なんかすげえ変な気分。怖え。進めてしまうからやられる？マジでやめよう、もう。もうやめていいっすか、今日。ちょっと気分がね、変な感じがして、やだ、怖い、ここ。なんか化かされた感じがする。やめよ、ここ。怖え、マジで。ムジナとは主にアナグマのことを指す。地方によってはタヌキやハクビシンを指したり、これらの種ははっきり区別。あ、そうなんだ。俺、ばあちゃんにムジナムジナって言ったとき、タヌキのことだって教わったんだけど、地方によってはクマだったりするんだね。まだ行くの？すげえな。いや、もういいわ、俺。怖い。もう怖い。怖い？うん。もう進むって言ってた？行くって言ってた？マジで？すげえな、あの人。行くの？マジで行くの？すげえ度胸だな。行く？俺らも。行く？どうする？ついてく？行く？
た方がいいよね。意志を強く。ちょっとね、もう頭わけわかんねえから戻るわ俺。怖え、怖えっつうか変な感じがする。超怖い。なんかそう、お化け的な怖さじゃなくて化かされてる。いやもう、もういいわ今日。変、もう超頭おかしくなる。なんだこの感じ、なんなんだこれ、なんなんだマジでよ。超寒かったし超変な感じする。なにこれ、カゴメカゴメ歌ったら余計テンション下がるわ。いや怖かった。いやもうやめとくわ、もうなんか変な感じがする、超やだ、やめるわ、ごめん。怖っ、怖いっていうか気持ちが悪い。なんかえ、どういうこと、なんであそこに車があるんだ。こう行って、あ、やめてやめて、こう行って、こう行って、こう行って、電池、充電、車で充電します。できたかな、電池は充電大丈夫です。まあ、ここ最後のスポットだし 55% 残ってるから大丈夫だと思うよ。音が変、声変、嘘、声変、なんで、どんな声、またどんな声、なんだろう、声別に普通だよね、声が変だってみんな言ってる。ロボット、ロボットロボットみたいな声で聞いてなの、うん、ロボットみたいな声になるの時々ブーって言ってる。何ガラガラえ、なんだろう、急に急になったの、ノイズがかかってる、急にそうなったの、ん、なんだろう、音変、音おかしい、暖房つけてるよ、つけてるけど、だって普通に暖房つけてるだけだよ。うん、機械音、なんだウィーンって音か。いやでもそんな車の暖房の音くらいわかるでしょ。なんだろう、雑音？声が二重になる。え、何？普通だよね、俺ら。うん。なんだろう。わかんない。原因がわかんない。声が二重になってる？いや、何にもしてない、本当に設定。ほら。普通にパソコン配信なんだけど。何にもしてないよ。いきなりでしょ、さっきまでなってなかったんでしょ。出たよ出たよ。いやマイク全然異常ない。パソコンの方のメーターマイク、これ見える？ほら普通に反応してるでしょ俺の声と。あーほら、あーあー、パソコンのマイクね、これ。あー問題ないでしょ。パソコンのマイクのメーター見て、見える？あーあー、雑音が入らないようになってんのよ。あーあー、わかる？見れたら、確認できたら手挙げて。パソコン上問題ないでしょ。設定上何もいじってないもん。声が二重で、だって今見たじゃん、メーター、俺の声と連動してるでしょ。なあ、連れてきたな誰か。やべえなこれ。音別に変じゃない。いや、なんだろうね。わけわかんねえわ。車に乗った瞬間に変になったんだって。じゃあ、お湯置くじゃない、金。
な、暖房かね。でも声が二重になる意味が分かんないよね。変じゃないっていう人もいるし、車エアコンの音かな。でも何そんなでかい音なの、ブーって。エアコンはつけてるはつけてるんだけど、でもさっきもつけてたよね、車の中でね。数匹出そうはならない。なんだろう、テンポあるかな。一回車降りてみる、一回車降りてみる。じゃあ多分車のエアコンなのかな、わかんない。車降りてみようか。行くよ。これ外すね。車降ります。はい、車降りたよ。車降りたらこう、今車降りてます。どうみんな、今車降りてて乗るよ。よいしょ。今乗った。だろうね。違う音を拾えるのかもしれないね。あ、特殊な、人間に聞こえないみたいな。なんだろうね。あれ、あれどこだっけ、あの、あ、あ、取っちゃった。やって、どうだった。これ、あの、うん、どう。ちょうだい、配線。エアコン切ったら寒いんだけど。エアコンの音なんじゃないの。今エアコン切った。エンジンの音。エンジンの音。一度しかないんだ外。寒いわけだ。またこっちから来るかも。お、うん。エアコンの音だって。じゃあエアコンつけていいや。エアコンか。またぐるっと回ってこっちから来るかも。エアコンかエンジンの音。エアコン切ったよ今。車？オッケーオッケー。パソコンはこうやって手のひらに乗せてる。わかるかな。空中に浮かせて、手のひらで浮かせてるね。わかる？こうやって持ってるパソコン、だから浮いてる状態。車のどこにもつけてない。大丈夫。どうした？
満月だもんね。すごいよね。確かにマイクおかしいね。ずっとノイズ入ってるね。なんだこれ。何のノイズなんだろう。なんでこういうことになるんだろうな。ピンボケ直んねえし。連れてきちゃう。連れてきたのかな。風船10個ありがとう。これで見れない。閲覧って今さ何人見てんの。俺のだと146人見てることになってんだけど、俺に表示されてる数字146なんだけど、閲覧なんか教えてもらえますか。ゆいさん風船10個ありがとう。ピンボケしてるよね。なんかね変だな、ずれてる。今140人ぐらいで合ってる閲覧価格になる。ロアコさん、わかんない。放送してないと思う、今日。さっきちょっとしてた。ニコ生？うん。今やってないよね、多分。あれが北極星だ。北極星。北極星。こっちに北斗七星がある。マジで。空めっちゃ広いよね。うん、北斗七星とか病気だ。あれノイズ治ったよね。あれ治った。ノイズ治ったでしょ。あれ変なの。ノイズ治った。え、治ったよね。治ったよね。声元に戻ったでしょ。なんか、マイクのメーターが治ったもん。本当だ。治ったよね。多分今見れてる人、多分音が。今治ったよね。あれまた変になった。また壊れた。開けたからじゃない？開けたからかな。違う。うん。なんだこれ。あ、ま、あ、治った。なんだこれ、超怖え。今治った。バンチ閉めた瞬間。なんかね、変な電磁波かなんか拾ってんだよ、これ。絶対そう。さっきも開けてたから。うん。で、今さっき。そう、なんか変な電波が、変な電磁波拾ってる。これあの車の中なんだけど、これねエアコンの音とかじゃない。ノイズも映像も直ったでしょ。ほらほら、これエアコンじゃないでしょ。開けたらダメなの。もう異常なね、ずっとノイズがずっと走ってたから、そのふわっちの方だけ。車の、いや今エンジンつけてんのよ。さっきと何にも環境変えてないの。直ったでしょ。超なんか変だな、これ。やばい。嫌な感じ。治ったでしょ。なんかボリュームメーターが治ったもん、ふわっちの方の。何これ。外に。いや、すぐ治る。今またしだしたよって言うけど、車すぐ閉めたら治る。ラグが相当あるんだよ。うん。何これ。治ったでしょ？ほら。ほら。こう開けてたらダメなんだ。違うの。そういうわけじゃないの。開けてるとかじゃないんだよ。だから今閉め切ってさっきと同じ環境じゃん。それ治ってるから、だからエアコンの音じゃないっていうのが証明されたの。なんか電磁波的ななんかなんだよ。霊的なというか。うん。あ、今
今ロハコさんが来たから。そうそうそう、そのタイミングなの。ロハコさんが戻ってきたタイミングで治ったの。逃げちゃったんだ。マイク合ってる？何マイクって？何マイクってどういうこと？マイクの場所？マイクの場所、パソコンの内蔵マイクだからマイクの場所変えらんない。はい。あのさ、もう一回止まりたいって言わなくていい？いいよいいよ行こう。うん。ラグ結構あるよ。ラグ計算しようか。5秒後に手上げしてください。5、4、3、2、1。手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、34、35、36秒ラグ。一番早い人で、ホーリーおじさん36秒、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、56、57、58、59、1分ぐらいラグあります。一番早い人で40何秒。1分ラグだね、大体。え、ちょっと、あ、今いるいるいる。ちょっと、話してよ。え、びっくりした。だから、びっくりした。え、切ります。え、なんですか。あ、大丈夫です。次、大丈夫ですよ。結構時間かかりますけど。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。